優先15分一本勝負を行います。青コーナー156センチ53キロ中学3年生の卒業を控え待望の本日デビュー渡辺もーもI'm sorry.
私は白いベルトに挑戦するんですけど、はい、今日の、 あの後楽園ホールで私は高校生活最後の後楽園ホールになるので、ここで私は白いベルトを取って卒業式に白いベルトを持って出たいと思ってますので、絶対に白いベルトを取ります。渡辺桃選手と防衛戦ですがいかがですか。はい、桃はスターダムの次世代を担っていく存在だとは思いますが、だからといって白いベルトは渡します。渡辺桃選手入場です。
ベテランの人に必要な新潟が授与を行います。
最後のスターダム最後の試合に選んだ意味をあなたたちはしっかりと分かってくれていると思います。スターダムに入って2年間ほとんど深い言葉も交わさず、ラスト1年間くらいで密になりました。それはあなたたち2人がスターダムのトップになってほしいからという思いがさらに強くなったから、ね、遠征の時にホテルの部屋に呼び出して何度も何度もきつく言いました、ね、しっかりとそれを分かってもらって、今日の試合はしっかりとそれは未来につながる一戦だと思ってます。あなたたち2人が誰よりも引っ張って、中で引っ張ってやってきたのは私が一番分かってます。だからこそ表上でも輝いてほしい。今日の勝ちを、今日の試合を無駄にしないで、これからもサラダの中心にいてトップに必ず立ってください。本当にありがとう。スターダムのラストマッチという試合をいたしました。それではここでスターダム各選手からですね、各選手に記念本といいます。今の入場見ただけでね、本性が現れたっていう感じじゃないですかね。そしてこっちが本性だったんじゃないですか、ね、そうね、生き生きしてるもん ね、 なんかね、あんなに優等生だったのにというふうに、ものすごい表情でした。
それに乗った形になりましたけどね。ただまあこれが起爆剤になってね、桃がまた急火山がパッが見えますけどね。走馬灯あまだすごい怒りがおらって言ってました。すごい下巻いてました。じゃあもう怒ったら怖いんで渡辺桃は。おいサッカーボール、ここで DDT はかわす。すごい踊りだ。狩りの中で戦っていますよね。序盤から B ドライバーを仕掛けていこうとしてますね。ソマトはかわされた。さあソマト決めていこうからヒットを呼び寄せて、ソーマとダイビングで決めていった。さあここで再び B ドライバーを狙っていった。リング中うわキックも浴びせる。誰が掃除するの。うわ聞きました今の音。めちゃくちゃ怒ってますよ。めちゃくちゃ怒ってますよ。めちゃくちゃ怒ってますよ。そりゃ怒りますって。いやバキッてましたよ、キックの音。どきゃおりゃー。ああ、どきゃおりゃー。渡辺桃これ引いてる。誰のお客さんの最前列の椅子に対してグッズが入ってんじゃないの。あれあもう切れましたね、完全にこれ。ああ、マスクを破る勢いで手をかけている。あしかも笑ってます。怖い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 。塩が桃を覚醒させちゃいましたよ。怒りモード全開ですよ。フェリーのバーブさんがなんとか阻止していますが、あ、向いてる向いてる。あー、破けました。あ、今キッドの目のあたりが少しあらわになった。見ているキッドと渡辺桃も、もう喧嘩じゃんこれ。この状況を理解しているのか。あと喧嘩だよ。戻れ戻れ。あと3秒で戻れますかこれ。戻れ。あー、キッドさん肉は危ない。落ち着け落ち着け。ここは冷静にならなければ。ちょっと距離あるね。ハイスピード選手権戦まさかの両者リングアウト。これはもう試合ベルトよりもこう、もう今目の前に相手が2区何かを語るスターライトキット。おい渡辺桃、てめえよくも私のマスクに手をかけてくれたな。お前とうとう私の火をつけちゃったみたいだね。と言いたいところなんだけどそう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 、そういう荒々しい渡辺桃が見たかったんだよ私は。客の前らもそうだろなあお前このままでいいの。クイーンズクエストのリーダーだけど後輩にどんどん追い越されて、お前もう立場ないんじゃないの今のお前を見てる感じ大江戸隊の方がお似合いだと思うけど。大江戸隊に入ればメンバー全員お前をバックアップするぞ。大江戸隊はどうですか。おいお前いつまでも調子乗ったこと言ってんじゃねえぞこら。あ大江戸隊に入るだ、ふざけんじゃねえよ。お前らのユニットなんかに私は絶対に入らない。お前次覚えとけよ。もっと無残な姿にしてやるからよ。私がお前を操ってやる。どうぞお帰りください。クイーンズクエスト、ここで一致団結。その心はこちらも
花道ではマスクに全てが包まれているかのようです。4人勢ぞろい、あずみ、上谷さや、林下宇多美に渡辺桃、大ヒットで桃の劇場にもどうやら火がついたようです。感情むき出し、そしてマスクに手をかけ引き裂き破り駆けり狂う姿、果たしてこの思うままそんな展開なのかどうか、今日これからこの大阪決戦で全てが明らかになります。大江戸対 VS クイーンズクエスト、この旗のもと、マスクのもと、熱い結束力のもと、モモさんを守ってみせると、上谷、あずみですね。バーブさん、今、ルアカにちょっと気を取られてますからね。ブラインドドロップ、モモカワ、渡してドロップキック。ここはモモが椅子を手にしている形。どうする？いやもうそこそこそこ、そう目には目を。安住もいる。おいおいおい。安住だ。おい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 モモ。ちょっと嘘だろ。安住と。19分6秒、渡辺桃の反則に勝者スタイリングヒット。桃どうしちゃったんだ。もう今ちょっとあのエディオンアリーナのお客さんのちょっと空気感がバラッカラッと変わりましたよね。なんか理解できないようなね。ですね。みんなフリーズしましたね。ちょっとちょっと、どのタイミングでどうなっちゃってんのよ。宇多美も神谷に襲いかかるはキッド、嘲笑うコナミ、踏みつけるルアカ、ちょっとどうだと鹿島、思わずは止まらないんじゃなかったのかよ。こうなるのは必然の当然なんだよ。今までお前らバカみたいなやつらを引っ張ってきたけどよ、クイーンズクエストのリーダー渡辺桃はもうここにはいないんだよ。その顔見たかったら楽しいね。あずみ、カビトリ、これからはおかしいだろ。これからは大江戸隊のブラックピーチとして生まれ変わるんで、クイーンズクエストのお前ら破壊してやるから楽しみに待っとけよ。
お前らの大好きなブラックビーチ渡辺桃が真の大舞台になる日。Thank you.